はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。11月を前にしてね、Mac が新作を出しましたので、今回も買ってきました。今回はね、ニューヨークバーガーズっていう、なんか毎年恒例になってきてるシリーズなんだけど、割と今回新作が多めみたいで、ちょっと楽しみにはしてたんですよね。じゃあまずこちらですね、ニューヨークデリシュリンプタルタルっていうのを食べてみたいと思います。なんか結構さっぱりしてそうな感じの見た目だね。いただきます。なんかタルタルソースが普通のよりもちょっと酸味がある感じがしますね。まあトマトが入ってるっていうのもあるんだろうけど、まあでもその酸味と結構エビカツが合うなっていう感じはしますね。まあさっぱりしてて食べやすい割には結構ボリュームもある感じで、なんかどっちかというと暑い時期とかの方が良かったかもしれないね、こういうの。夏バテの時とか食べやすいかもしれない。まあでも僕エビとかタルタルソースとか結構好きなので割と気に入りました。続いてはこちら、ニューヨークバッファローチキンいきたいと思います。これも見た目はさっぱりしてそうですね。いただきます。ああ、これは結構打って変わってスパイシーな感じですね。結構ピリッとくる辛みがあるので、まあ、辛いものが苦手な方は要注意かなっていう感じですね。まあでもこの辛みとね、スイートレモンソースとレタスの相性が結構いいですね。なんかうまいこと補い合っていい感じのバーガーになってるっていう。ピクルスも入ってますねこれ。ああでも結構そのピクルスとこの辛いチキンでなんかうまいこと調和して酸味と辛みがいい感じのバランスになってる気がする。なんかちょっと目を覚ましたい時にいいかもしれないね。はい、ではラストはこちらですね、ニューヨーク肉厚ビーフ&ポテトいきたいと思います。これはなんか味が濃い感じがするね、見た目から。いただきます。まあ味は濃いんだけど、まあ、そんなに、まあ、しつこい感じはしないね。チーズとポテトかなの相性がすごく良くて、まあ、とろっとした食感と甘さがある中にベーコンとパティのボリュームもあるから、なんだろう、なんかすごい新感覚のバーガーって感じがする。今までにこういうのなかったよなっていう感じですね。いやなんかこれはね、ぜひ実際に食べてみてほしい。そしたら僕の言いたいことがなんか伝わるんじゃないかなって思います。はい、ということでニューヨークバーガーズの紹介でした。まあ、今回どれも当たりだと思います。まあ、好みはね多少分かれるかもしれないけど、まあぜひね皆さんも実際食べてみていただいて好みのバーガーを見つけていただけたらいいんじゃないかなと思います。単品3つでも結構なボリュームあったんだけど、まあ、割とスッと食べられたから、なんか女性やお子さんでも食べやすいと。まあただバッファローチキンだけちょっと辛いので気をつけてください。はい、ということでこの動画気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。